セントジョージはバミューダ諸島のバミューダ島にある町、ステートハウス。1620年から首都がハミルトンへ移転する1815年までバミューダ議会が置かれていたセントピーターズ教会、スチュアートホールバミューダ諸島中最初に定住が進められた町であり、今日でもアメリカ州最古のイギリス植民地とされている。セントジョージに初めて定住が始まったのは、 最初のイングランド人植民者が偶然にバミューダ島に到来してから3年後の1612年だった。1609年、イングランド人植民者たちによるバージニア植民地、ジェームズタウン開拓のための第三次支援団であった9層の船団のうち C ・ベンチュア号がハリケーンに巻き込まれバミューダ沖で漂流した。この船は慎重に産後省内を進んで、 セントジョージズ島へ降り立った。この植民者たちはイングランド海軍提督ジョージ・ソマーズと陸軍大将トーマス・ゲイツに引きられた。生存者たちは新たに2隻の船を作り、1610年にほとんどの人々がジェームズタウンを目指して旅を再開したが、その後もバージニア会社は島の所有を主張した。その時にシー・ベンチュア号から残った3人の男性たちと 1612年に新たに送り込まれた60人の植民団が、隣のセントでイビッツ寺までの短い滞在の後、悪天候時には船を守れるように遮蔽されている入り江にセントジョージの建設を始めた。1615年、バージニア会社の株主たちは、北米植民のための二つ目の会社であるサマーズ諸島会社を設立した。 この会社は1686年に解散するまでバミューダの統治を行った。この小さな町は歴史的に無視できない重要な場所とされる。バミューダの歴史のみならず、セントジョージを形作るのを助ける中枢の役割を演じた。アメリカ独立戦争中、バミューダ住民は弾薬庫から必要とされた火薬を盗んでいた。当時バミューダ北端の町とから、 ジョージ・ワシントンのもとへ密輸されていた。彼らはおそらく、セント・ジョージを拠点とする貿易をしていた荒廃した、アメリカ連合国へ軍需品供給をして、南北戦争を長引かせた。現在、セント・ジョージの歴史文化財は、基本的に、首都ハミルトンの経済発展によって手つかずのままである。建物のほとんどは17世紀から19世紀にかけ、建てられたもので、名士たちは、 構成の変化のあらゆる印を隠し、街の景観を破壊しかねない発達を妨げる、熟考した上の努力を行ってきた。例えば、電気やガスの配管、電話線などは地中に埋設され、街灯は、街が栄えた時代の様式を採用している。バーバーズアレイやアントペギーズレーンなどの狭い通りは、数世紀前の姿を留めている。セントジョージには無駄な遺物はない。しかし、 生活者の町であり、歴史的な建築物の機能は、博物館のみならず、住居、レストラン、パブ、そして商店となっている。中心部のキングズスクエアでは、タウンホールと観光サービス局が側に立つ。広場には、サラシダのレプリカ、そしてかつて港へ、秋分の家中の女性を沈めるのに使用されたという、水攻め椅子のレプリカがある。現在、地元ボランティアたちは、 この冬代わりな処罰をイベントとして復活させようとしている。セントジョージ港内にあるオードナンス島は、キングズスクエアの南に位置し、小さな橋で結ばれている。そこにはナンパ船に、乗員たちによって作られた二隻の船の一つ、デリバランス号の模型があり、彼らを指揮したジョージ・ソマーズの等身大、ブロンズ像がある。長周囲の場所と同じく、 オールドステートハウスのような多くの歴史的な場所がある。未完成の教会ではオールドレクトリー、セントピーターズ教会、タッカーハウス、バミューダナショナルトラスト博物館がある。1996年、セントジョージはジョージ・サマーズ教の生誕地同セット州ライムレジスト、姉妹都市協定を結んだ。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された、ありがとうございます。